はいえー、おはようございます、えー、つい先ほどですね10分前ぐらいなんですけど、えー、天秩父さんが新しい謝罪動画を上げていまして、えー、今回の騒動についてということで、えー、改めて謝罪動画を出していました。でまあ、内容としては、えーまあ、私の えっとまあ、いろんな、まあ、感覚が麻痺した部分とかによってそれで、えーまあ、過剰な広告,広告表現とかをやっても別に大丈夫なんだっていう認識でしたということで、えー、今後は、えーまあ、こういうことがないようにしますというのと、えーまあそのまあ、ファンの皆さんのためにこれからも、えー、と頑張っていきますと本当に申し訳ございませんでしたという感じで、えー、と前回の不適されてる態度とは一転して、えー、かなり えー、まあ反省している様子で動画を上げてました。えー、服もねちゃんと白っぽい服を着てでえー、まあ様子を見るとまあ本当に反省しているあのー、だなっていう感じの印象を受けました。であのー、まあ動画の高評価低評価もまだ10分ぐらいですけれどもえー、かなり高評価の方がえー、多い感じになっています。でまあこの動画をまあ見た感じとしてはうんまあこれはもう100点満点かなというふうに思いました。その炎上の火消しとしてはまあ多分これ言って多分これ以上叩く人はもういないでしょうおそらくうんと逆にこれ以上あの追撃したらうんまあ逆にそっちの方が炎上 そうな感じがするんで、まあ、火消しには成功したのかなというふうに思うので非常に素晴らしい対応だなというふうに思いましたまあ何よりなんかご本人が本当に反省してる感がすごく伝わってきたのでまあ多分それが一番大事なことだったんじゃないのかなというふうに思いますであの前のその不適されてる動画は消しますね不適されてる、えー、なんかこうやって膝膝こうやってあのやってる動画はあの今もう削除してる状態になってませんうんこれもすごくいいと思いますうんまあそんな感じで、えー、とまあ、火消しに成功かなというふうな印象ですうん まあまだ何か隠してることとかもし出てきたらちょっと分かんないけど、まあ、現段階では、うん、非常にこれはもう100点満点の対応かなというふうに思いますタイミングも早かったしね、うん、っていう感じでございました、うん、でやっぱりそのすごく大事なことっていうのは、うん、この気持ちの部分っていうか、うん、なんだなっていうその、まあ、言葉選び方とかいろいろあるけれどもやっぱりその、まあ、き気持ちが本当に反省してる感じになったんだなっていうのがあの伝わるってことが一番とにかく、まあ、不器用でも気持ちを伝えるってことが大事なのかなというふうに思いますし、うん まあ、あと、実害がそこまで出る前に、あの、食い止められたのかなと思うので、まあ、誰かね、多分、アドバイザーがついたのか、誰かが言ってあげたのか分かんないけれども、うん、まあ、非常にいい結果になったんじゃないのかな、というふうに思います。まあ、あの、そもそも最初、ね、これこれさんの電話とか、あとはその、まあ、不手されてる動画とか、うん、まあ、出さない方が、まあ、本当はね、良かったんだけれども、まあ、でも、まあ、ある意味で、一応、話題になったから、うん、まあ、どうなんだろうね、前、まあ、この話題になったっていう意味では、まあ、長期的に見たら、もしかしたらプラスになったのかもしれないかなとも思いました。 はいまあそんな感じで超速報なんですけども天智、えー、ムさん謝罪動画で、えー、火消し成功かという話でございましたなんかねまた分かんないけどうんなんかあのー、あれですよね食材食材じゃないけどそうみそぎ企画みたいな感じでね柴田さんとかとねあのー、なんか絡んだりしてもまた面白いかなとは思いますけどねうんまあそんな感じで一応、えーまあ、無事沈下、えーまあ、成功という感じかなというそんな感じでした